正しい敬語。いつもお世話様です。いつもお世話になっております。お世話様は目上の人に使うべきではありません。ですのでビジネスの時ではお世話になっておりますを使いましょう。了解しました。承知いたしました。かしこまりました。了解しましたは敬意のないフランクな言い方です。ですのでビジネスの時では承知しました、あるいはかしこまりましたを使いましょう。すみません、申し訳ございません。ビジネスのシーンではすみませんではなくて申し訳ありません、もしくは申し訳ございませんを使いましょう。なるほどですね。おっしゃる通りです。なるほどという言葉は目下の人に使う言葉です。ではなるほどを使うのではなく、おっしゃる通りですを使いましょう。参考になりました。勉強になりました。目上の方に参考になりますは失礼になりますので、大変勉強になりましたを使いましょう。お名前を頂戴できますか？お名前を伺ってもよろしいでしょうか？お名前は頂戴するより伺うのが正しいので、お名前を伺ってもよろしいでしょうかという表現を使いましょう。よろしかったでしょうか？よろしいでしょうか？よろしかったは過去の表現です。ですのでよろしいでしょうか、もしくはお間違いないでしょうかという表現が正しいですね。もし間違った表現を使っていたら失礼にあたりますので、皆さん気をつけて使ってみてください。バイバーイ。チャンネル登録、いいね、コメントお願いします。